皆さんこんにちは、アイプチョです。ちょっともう今遅いんでね、まあちょっとあの控えめの声にしますが、あのアマゾンでやっぱり、ね、今夏すごい暑くて今35度以上になっておりますが、アマゾンでね、こういうもの買ったんで、首にかける扇風機買ったんで、ね、紹介していきたいと思います。こちらです。じゃじゃん。なんと携帯扇風機充電式三段風量調節ダイオード 2600mAh です、ね、なんとね、置き場制限なくてなんと最大360度もありますね。充電式で今調べたらもう売り切れです。なんとね、これ1円で送料599円合計600円で買いました。いやー、めちゃくちゃ安かったです。もう明日からね、もうこれで仕事できますね。お、こんな感じとなっております。そしてアマゾンプレゼントご案内と、あと首掛け USB 扇風機取扱説明書、こんな感じになっております。で、作動時が、青色で点滅、低電力時が赤で点滅、充電時が赤で点滅、充電完了が青になるそうです。多分もうこれ充電しちゃってね、もうあとは使うだけなんで、開けていきましょう。おお、なかなかいい感じですね。お、ちょっと、あ、長押しすると、電源が切れる。こういう風にこういう風にするのも全然いいですね。いや、自転車漕いでる時とかね、すごいいいと思いますよ。おお、涼しい。これが最高。これがめちゃくちゃ強い風です。いやー、快適ですね。いやー、めちゃくちゃ安かったです。1000円から買いましたからね。はい、まあ、そんな感じです。皆さんもぜひ、熱中症にならないように、まあ、気をつけるのと、あとこれ買うことをお勧めします。ご視聴ありがとうございました。バイ。